140秒共通テスト C、 今回はこちらでございます。エネルギー源別発電割合2021年バージョンでございます。いやー、今年もこのシーズンがやってきてまいりましたが、いきましょうか。まず基本的な形としましてはですね、水力発電が 15%、 火力が 65%、 原子力が 10% で、まあ、再生可能エネルギー、まあ、あの太陽光とか風力とかこういうやつですねが、まあ、10% ぐらい、まあ、これで合計して 100% ぐらいになりますので、これが基本的な先進国の形でございます。ただこの数字を上回ってきたら、あー、この国はこの発電頑張ってるんやねーって言い方ができるようになるわけですよ。例えば水力発電メインの国は年間を通じてコースに恵まれますような、例えばカナダにノルウェーに、アイスランドにブラジルでございます。アイスランドは結構地熱発電を 30% ぐらいで頑張ってますので、それも合わせて抑えなければなりません。アイスランドだいぶ電気代安いですからね。で、覚え方はこちらでございます。いやー、さっきコンビニでスイカバー買ったけど今お腹減ってへんしな、今食べるの無理やな、1時間後、あー、もう溶けてるやん、ドボドボやん、ベトベトやん、スイカのアイス汁です。スイカのアイス汁でございます。続きまして火力発電はですね、まあまあ結構鉱山資源を取りやすい、あるいはまあ使いやすい国でございまして、南アフリカ共和国、中国、あとはですねこちら原子力発電はしなくなってからですね、日本、そしてポーランドに、オランダに、オーストラリアに、インドが並びます。覚え方はこちらでございます。いやー、俺の家町の北にあるのに、なんで町の南にある中学校に通わなあかんねん、もう遠いやんけ、だるいやんけ、学校なんか燃えてしまえばいいのに、もうこうやって燃えてしまえばバーン、南中に火をポーイですね、南中に火をポーイ、覚えていきましょう。最後の原子力発電ございますけども、映画シンゴジラでも各推進国っていうのは紹介をされました。フランス、あとはこちらですね、あんまりこう化石燃料を使いたくないのでスウェーデン、そしてあとは、チルノブイリ原発でおなじみのウクライナ、あと最近韓国が伸びてきてまいりました。覚え方はこちらでございます。ホームランを打った選手が来るわけですよ。それに対しましてこちらですね、物質マーカーハンニャハラビーター診療管理剤防殺病診ハンニャハラビーター G みたいな感じで言ってくれるこちら誰ですかと言いましたら、仏を崇拝する原監督ですね。仏、フランスですね。仏を崇拝する原監督でございます。こんな感じで覚えていきましょう。今回の動画は以上です。